めっちゃホラーの顔してたよ、ハイト君が。急に開いたからびっくりしちゃって、うっと思って。俺はそれ、その様子を見てちょっと、あれって思ってびっくりした。幽霊でも見たんかなって思って。楽しいコーナーが始まりますよ。そうだよ。まずですね、お題となるセリフが出題されます。はい、その後我々はそれぞれ1から30の番号の書かれたくじを1枚引きます。はい、で、30を感情のマックスとして、はい、自分の引いた数字だったら、どのくらいの感情表現になるか、実際にセリフを、セリフを通して表現していきたいと思います。はい、で、3人ともがセリフを発表した後で、誰の数字が3人の中で真ん中だったかを当てることにチャレンジしていきたいと思います。はい、ちなみに誰が真ん中かを予想するときは、自分の数字も相手の数字も口にしてはいけません。誰かよりも上か下かのみで予想しなくてはいけませんというコーナーでございます。あ、いや、なんかずっと変顔してたからさ。え、真面目なこと言ってんねんと。違う。上清水さんでルールが複雑だと思って。ああ、どんな顔してたの？そうそうそう。あ、複雑だって顔だったんだ、それが。複雑やな。複雑の表現。お前のバラエティはそれか。あ、手厳しい。手厳しい、手厳しい。うわ、言ったよ、今。今、時代が時代なら叩かれてっからな、お前。大変失礼な表現いたしました。はい、ということで、最初、まあ、やっていくのが早いと思うんで、はいはい、やろうやろう。最初のお題はこちらです。ででん。あ、違う違う。あ、まず、なんか、あるらしい。なんとこのゲームで3ポイント以上ゲットすると、ご褒美がもらえます。3ポイントっていうテーマですか？それをセリフにするの。違う違う。今回の登録会の配信日が配信されるのは10月25日なので、10月生まれのお二人のためにバースデーチョコをご用意しました。もしかしてさっきからそこの横後ろにある、あ、じゃんじゃんですか、じゃんじゃんふんふんなんですか。大好き、美味しいやつ。いいね、ありがとう。なんと至高にして王道。すごい。ちなみに10月13日はカイト君の誕生日、うん、で10月の24日が信彦さんの誕生日。あら、おめでとうございます。だいぶちょっと、この配信的にはね、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。これやん。すごい。だってこれじゃん。すごいやん。これじゃん。すげえ。本物や。すげえぞ。日本の流れでやらすな。ということで、まあ、これをかけてね、はい、チョコかけてやっていきたいと思いますよ。わかりました。ちなみに僕の分のチョコもあるんですか？あ、よし、よし、頑張れる。これ、箱2つあるんですけど、どっちですか？こっち。はい。なんか、なぜ箱が2つあったの？次のね、コーナーで、ね。はい。それでは、お題はこちらです。はい。やったー、やったーでございます。はい。じゃあ、それぞれ数字の書かれたくじ引きましょう。はい、で、他の人やカメラにはまだ見せないでください。はい。見ました。トゥン。トゥルン。なるほどね。このやったーというセリフを演じるというわけですね。はい。はい、まあ、演じるというか、喋るっていう感じですね。そうですね。かになー。じゃあ、誰からやっていこうかな。じゃあ、俺から。うん。じゃあ、僕のセリフ。やった。いきます。はい。やった！これは出ましたね。ウルトラレア。ウルトラレアがね、今のウルトラレアが。ウルトラレア感やっぱありましたか？ありましたね。やっぱね、ああ。なるほど。じゃあ、次は。パイセンの。あ、じゃあ、伸びて。やめてよ、それ。ハードル。ハードル確かに。ハードル。勉強させてもらいます。ハードル。勉強させてもらいます。ちょ、幸せよ。それじゃあ、ちょっと。どうしたらいいの、これ。じゃあ、先輩のやったーまで、はい。あ、カウントした方がいいかな。じゃあ、先輩のやったーまで。はい、3、2、1。やったー。お。普通。え？キュン。かわいい。これはもうチュンリーです。今のチュンリーです。世代が出るネタですね。多分俺でギリギリだから結構わかんない人多いんじゃないですか。俺もわかんなかった。なんだけど、あと誰、キッズって言った人。キッズって言った人誰。俺ではないことは確かですね。キッズって言った人誰、今。俺ではないです。そう。言ってない。それは、言ったスタッフがいるんだったら僕がもう、本当にもう、根を詰めて説教しておきますんで。あなたダメよって言っといて。あなたって。いい加減にしなさい。30で怒っといて、30で。30で。マックスで怒ってきます。いや、でもどのくらいかなんとなく、ちょっと自分の中で把握しました。あ、むずいな、でも。じゃあ、カイト君のやつまで。いきますよ。3、2、1。おい、おっと。ああ、わかんない。いや、ちょっと待って。これみんなどう思うのかな。なるほど。さあ、これ難しいですよ。これね。じゃあちょっとシンキングタイムいきますか。これ3番目めっちゃむずいっすわ。そうだよね。カイト君から見てどっちの方がデカそうに見えた？でも完全にアユがほぼ最大値に近いんですよ。そうだよね。だと思うんだよね。俺もそう思うのよ。で、信彦さんが、
最低値なのかどうかっていうのがすごい難しい。俺の中ではあの、まあ、客観的に見たらね、やっぱ信彦さんが一番下で、で、それよりちょっと上に海斗くんがいて、うん、で、俺が結構上にいるのかなっていう感じ。なるほど。あ、読み取り能力強め。強めね。強めね。俺もそのつもりでやった。なるほどね。強めでいっちゃったけど、でも、海斗くんだから、トリッキーな芝居をしてくる可能性もある。俺は割と王道の芝居するタイプだろうが。そう、コメント欄でも出てくる。俺も海斗くんの方がもしかしたらこの数字よりは、下な気がするんだよ俺より、うん、あこれなんでかって俺があんまり喜ばないからさ。ああそうだ、喜びを失った先輩だった。本当にさっきチョコを見た時の喜び方可愛かったぞ。あれ30ね。チョコレート30ある。今あれ、それあーみたいな。僕よりもさっきの高かったです。あれ、怖いよ。だからでもどれぐらい、でも多分最大だと思うの。おそらく、うん、おそらく最大だと思うんだよね。ちょっとね、だから。俺の方が若干た、若干もう一回やってみてもらっていいですか？あ、確かにもう一回見たい。誰テイストがいい？ベガ、ベガ。ガイル。みんなわかる、これ出てくる。ここは楽しいけど。じゃあ、行きます。はい。やったー！ソニカルケン出た。やったー！出た、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 出た。じゃあ僕何テイストがいい？海斗くんは逆に何ができるの？いや俺はストーンは無理よ。そうだよね。あ、じゃあウッチーテイスト。ああ、基準値ウッチ。基準値ウッチ。じゃあ行きますよ。行きますよ。内山さんのこれぐらいですよね。行きます。あ、やったー。あー、絶妙。あー、絶妙。絶妙。めちゃくちゃ絶妙。うっちー。あ、わかんない。いや、やばい、ここがわかんなくなってきた。結構喜んでるのかもしれない、もしかしたら。むちゃくちゃ喜んでる可能性が出てきた、これ。実は、実は。いや、でも、言うて最近の内山さんは感情表現豊かですからね、ということだけ言ってた。あー。でもやっぱちょっと俺の方がでかいのかな。な気がしてきました。最大は多分そうです、うん、真ん中のぶひこさんでちょっと行ってみますか、行ってみようか、行ってみましょうか。はい、じゃあまずあゆから発表してください。あゆの数字何ですか？僕の数字は、あ、落ちた。僕の数字は28です。わー、でかいでかいでかい。それは高い。はい、じゃあ続いて私ですね。真ん中ではない予想です。私こちらででん11。あー、半分の1ぐらいなんですよ。って言われると確かに確かに。ちょうどいい感じだね。ちょうどいいとこ攻めました。じゃあ、いきます。信彦さんの数字は、はい、僕は 20！ おー！イェーイ !20！ 来ました！っていうことで、成功です！イェーイ !20 だったんですね。そう。やったー！勝った時のやつだから。そういうことか。ポーズ込みだったんですね。ポーズ込み。勝利ポーズもちゃんと理解してないといけなかったの。じゃあどんどんやっていきますか。はい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 。